私、隼人君、ステージに出てきてくれたら、よーく耳を澄ませてください。静かにしておいてくださいね。さあ、今日はこんなにたくさんのお客様を目の前にすることがなかなかないので、かなり緊張しているようですね。さあ、隼人君ですね、今日は外にクレーンも出ているので、普段の環境とちょっと違います。普段の環境とちょっと違うので、足ともやっぱり緊張してしまいます。皆さんもね、一緒ですよね。普段の、例えば、歌を歌うとき、お家で歌うときは全然平気だけど、大きな会場、たくさんの人の前で歌を歌ってなると結構緊張しちゃいますよね。さあ、それではですね、隼人君、別のかっこいい得意技、披露していきたいと思います。さあ、名誉挽回といくでしょうか。さあ、最後の大技は、このガラスの椅子から、なんとですね、この大きな道具を使います。これを使ってボールまでジャンプをしてもらおうと思います。この